ヘシャゲモウ、統越の戦い。ヘシャゲモウ、統越の戦い。ラモウ、統越の戦いは、1944年6月2日から1944年9月14日まで、中国、雲南省とビルマゲンメア現マーとの国境付近にあるヘシャゲ、モウ、保山支流領権、統越、同志アグリ小地区で行われた、日本軍と中国国民党軍、アメリカ軍、 雲南遠征軍の陸上戦闘のことを言う。すでに南部を占領していた日本の部隊は延焼ルートの遮断のために派遣された小規模なもので進出した当初の1942年頃は中国軍に対して優位に立っていたが延焼ルート遮断後もアメリカ軍の空輸によって中国軍への支援が継続されたため連合軍の指導によって近代的な装備を身につけ 中国軍が1944年より反撃に転じ、日本軍は補給路を断たれ孤立し、偏下毛守備隊及び統一守備隊は最終的に玉砕した。伊王島などの孤島において玉砕したケースは多いが、この戦いは大陸において玉砕した珍しいケースとして知られる。しかし、中国軍も陣地に立てこもる日本軍の防御戦闘により、部隊比では日本より死傷者を出した。 1942年にビルマに侵攻した日本軍はビルマ、中国国境を越えて雲南省に侵攻した。5月5日、第56師団、坂口死体、不評団長、坂口静雄少将、兵舎下、毛を占領。同師団の第113連隊が警備に就いた。中国軍は日本軍の追撃を避けるため、延焼ルートの一部であるを自ら爆破し、 ドコウの対岸へ退却した。5月10日には、東越を占領し、第148連隊、連隊長、蔵江、休み大佐が警備についた。以後2年間どこを挟んでの日本軍と中国軍の退治が続いた。その頃アメリカの中国戦略をめぐっては、連合国東南アジア軍副最高司令官のジョセフ・スティルウェル陸軍中将と、 アメリカ陸軍航空軍第14空軍司令官のクレアシェンノート中将とが対立していい。シェンノートは中国戦線に戦力を集中すれば制空権確保は可能であると主張した。戦力をビルマ前削除を絞っていた小海石もこれを支持した。しかし中国戦線での日本軍航空部隊との戦いはシェンノートの主張するようには進展しなかった。 一方、スティルウェルは、炎症ルートは、ヒマラヤ山脈周辺の変化の激しい天候に、左右される空輸ルートだけでは、輸送量に限界があるとして、北部の上、ビルマを、日本軍から脱会し、インドのアッサム州レドから国境を越えて、ビルマのカチン州に入り、風魂過酷からミートキーナ、南関に至る、スティルウェルロードと、南関から、流量を経由し、 昆明へと至るビルマ航路を接続した、レド航路を早期に打ち通しすべきと主張した。スティルウェルはビルマからインドに退却してきた、中国軍部隊に反復越え、ヒマラヤ越えの航空路で空輸された中国兵を加えて、ビハール州、2000年、ジャールカンド州に分割されたの、ラムガルーヤチで、新編第一軍を編成した。軍司令官には初めて同国、後に、 孫立人が任命された。中国国内でも昆明に訓練所が設置された。反復後への航空路は過酷で、当時の予圧されていない輸送機では投資者が発生した、ほか、日本軍戦闘機の襲撃もあった。また戦局が悪化すると10代前半の少年兵が送られてきた。もっとも小解析は、中国本土での日本軍の反抗の兆候。 大陸脱作戦と中国共産党への対処からなどからビルマへの再出兵に反対だったがフランクリン・ルーズベルトによる中国はこのところ備前で重要な貢献をしていないという指摘と中国軍は雲南方面での攻勢を実施するべきでありそうでなければ中国軍への対役や空輸輸送の割り当てを減らすとの通告により実施される子になったビルマ戦線における 中国軍の犯行は、アラカン三景における日本軍の犯行、インパール作戦による間接的な影響で1944年の夏までずれ込んだ。スティルウェルは中国軍の核部隊にアメリカ軍の連絡チームをつける方法を採用した。雲南遠征軍の大部隊は5月11日に第一次犯行を開始し、大男及びレース以降、へしゃげ。 もの北、東越の東において、不評百十三連隊、連隊長、松井修司大佐と、不評百四十八連隊、連隊長、倉江、安み大佐などと戦を繰り広げた。第一次反抗がうまくいかなかったため、雲南遠征軍は6月に第二次反抗を開始し、へしゃげもう、東越や流量へ進出した。レドコーにしろ旧来のビルマルートにしろ、へしゃげ 統一を通過しなければならなかった。1944年4月頃のビルマ方面軍の編成表この戦いにおいて中国軍はこれまで温存していた精鋭部隊である栄誉士団や新編士団を投入した少年兵が多かったというは中国名を松山といって無名の敗村であるへ社下毛は土工の西岸にあり恵ぐみ橋を眼下に見下ろす 海抜2000メートルの山上にある。東は土港の大峡谷を挟んで対岸の八巻山と相対し、北方及び南方は土港の二つの支流の深い渓谷に挟まれている。西方の実がビルマ航路に沿って流量に通じていた。気候は内地に似て四季の変化に富んでおり、特に秋は美しかった。 1942年5月に同地を占領した第56、師団は、その霊下の不評を第113連隊、連隊長、松井修二大佐の指揮の下、不評1個大隊、砲兵1個大隊の兵力で、陣地構築に取り掛かり、堅固な防衛陣地を築き上げた。1943年中期以降、雲南遠征軍の反抗準備が進展すると、クーリックからへしゃげ、 盲人地を攻撃するようになり、守備隊はそれに反撃しつつ、約100日分の武器弾薬食料の集積に努めた。また軍属によって酒などの嗜好品を売る店舗が開設された。1944年3月に、雲南遠征軍の一部がへしゃげ、盲北方の大連市で、土こを溶かし、反抗してきた。松井大佐は日個大隊に、方向兵の一部を率いて、高機地方面。 へしゃげ、も毛北方に出撃し、土港の水際でこれを破った。また不評、第二大隊長は部隊を率いて、平らかつ、平かつへしゃげ、も毛より40キロ南へ出撃した。その後もミートキーな南方に降下した、英軍空挺部隊の総滅など各地を転戦し、6月5日、東越に全部隊が集結した。松井大佐は、結局、へしゃげ。 猛に復帰することはなかった。それより3日前に、ジョセフ・スティルウェル米陸軍大将が再建した20万の中国軍、雲南遠征軍、四季、英立港軍の一部4万8千名がへしゃげ、猛を包囲した。残りは、東越、流量、平ら活に向かった。対するへしゃげ猛守備隊の兵力はわずか二2 8 0名であった。へしゃげ猛守備隊は、 野砲兵第56連隊第三大隊長、金光慶次郎少佐が指揮した。当初、へしゃげ猛守備隊の主力である不評第113連隊は2800名ほどいた。ところが3ヶ月前にヘシャゲ猛北方に現れた敵軍のために兵力を裂かなければならなかったなどしたため、雲南遠征軍が包囲した時には、その半分にも満たなかったのである。 その時の守備隊の陣容は次の通りである。負傷した兵を除くと、まともに戦える戦闘員は実質鮮明に満たなかった。一方、へしゃげ、もう包囲した敵戦力は、小海石の直径境を第一師団、日本のこの一師団に相当を中心とする五個師団。この軍は、新式装備、兵の質も、極めて優秀な精鋭部隊であった。 液体比率は50倍以上も開きがあったにも、かかわらず、へしゃげ猛守備隊は、死守を命じられ、100日間も粘り強く戦闘が行われたのである。9月7日をもって、全戦闘は終結した。1300名の兵力のうち、残存兵力はゼロ、すなわち玉砕であった。中国軍の捕虜となった傷病者と、本隊への連絡のために軍命によってへしゃげ、 もう脱出した者が、わずかながら生還している。一方の中国軍も日本軍の数倍の死傷者を出した。へしゃげ、もうの戦いについて9月9日に、蒋介石は次のような逆感情を持って、雲南軍を押した激励した。へしゃげ、もうが陥落する直前の6日、学部隊は、戦闘詳細報告のために、木下正美中尉ら3人の部下を脱出させていた。 別に他一名が脱出。彼らは地元民に変装し16日に無事、第33軍本部のある帽子にたどり着き、第49師団の第168連隊、連隊長、吉田四郎大佐と会い、翌17日に33軍司令部へと向かい、道中、松井大佐と出会った。松井大佐はそこで弊社下猛守備隊の悲壮な末路を聞き、涙したという。 北、ビルまでの延焼ルート脱を目指し、インドからは中国軍の新編第一軍を中心とした連合国軍 X 部隊が中国からは中国軍雲南遠征軍 Y 部隊が前進を続けていた。日本軍は風根地区で第18次第が X 部隊を雲南で第56次第が Y 部隊を食い止めていた。日本軍は 風魂地区から第18師団を撤収させ、雲南に戦力を集中させる、断作戦を行った。7月に計画された作戦の準備は9月までずれ込み、発動した頃にはヘシャゲモウ、東越の守備隊は絶望的な状況になっていた。東越、現在のアグリ賞は最前線のヘシャゲ、モウから北東を60キロ地点にある。東越は、 雲南省土高生地区随一の都会で、東越平野のほぼ中央にある。人口4万、周囲に城壁を巡らした城郭都市で1630年に西面軍の将軍が築いたと言われる。城壁は周囲約4キロ、ほぼ正方形で、高さ5メートル、幅2メートル、外側愛し、内側は赤土によって重ねてあった。周囲は高地に囲まれ、東には、 河はじミ三ギ山山脈を縦走し、土港に架か,かる二つの橋を渡って、古山、昆明へと続いていた。西方には、国葬地帯が広がり、北ビルマのミートキーナを経て、インドに通じていた。気候は、比較的温暖。住民は、漢民族、大人、シャン人などが占められていた。市街の周囲には、三キロほどの平地を隔てて、独立した高地があった。 北方には甲羅山、北東2キロに、日大鳥山、南方2キロに、標高200メートルの雷大鳥山、西方4キロに宝大鳥山である。これらの高地からは、東越は丸見えであり、東越防衛のためには、これら周囲の高地をも防衛しなければならなかった。これらを防衛するためには少なくとも3個連隊ほどの兵力、約7000名が必要であったが、実際、 防衛したのは2000名であった。東越を防衛した指揮官は蔵らえ、休み大佐だが、本来ならば、上司の水上玄造少将がその役目であった。水上は、昭和19年2月に、竜の不評団長に任命され、東越へやってきた。前任の坂口静夫少将は中将に進級し、第55師団、僧の師団長として転出した。水上は、 猛将と言われた坂口少将と違って軍人というより学者肌の静かな将軍であった。それから間もなくナムカム付近流量から南西100キロ地点に降下した英軍空挺部隊総統のため水上は統越を後にした。その留守を部下の蔵へ、大佐に託した。水上は統越こそ自分の墓場であると語ったが実際に彼が戦死した場所は 東越から北西に行った、ミートキーナ、現在のミチーナーであった。六月二十二日、クラエ大佐兵力を次のように配置した。ところがその二日後に、第五十六師団司令部から、宮原少佐の第三大隊を抽出するよう命じてきた。クラエ大佐はこのままでは、東越防衛の目処が立たないと思ったが、師団の苦しい立場を考え、これを受け入れた。結局、 倉江大佐は、ひお鳥山陣地を放棄して、陣地配備を変更した。当時の守備隊兵力は、の計2025名であった。一方、対する雲南遠征軍の兵力は49,600名であった。兵力差は実に25倍であったが、東越守備隊は2ヶ月以上も、東越を支守したのである。雲南遠征軍は、東越全面に、予備、第2子、第十六子、 第198師、第130師の四個師団。また、第116師が、東越南方を遮断し、流量への道路を遮断した。これにより、東越は、完全に取り囲まれてしまった。7月27日以降、東越守備隊は、東越城にこもって、9月13日の玉砕するまで、戦いを続けた。木内の防御に移った蔵え大佐は、 次のように兵力を配備させた。また、次のような防御施設や施策を行った。この戦いによる中国遠征軍の損害は、総勢212,500人中死傷6万3,000人、全滅した2個子団を含む数個子団が戦力喪失であった。へしゃげも、統一越の戦いの結果、中国軍は土工対岸に進出することができた。一方で、 雲南省の日本軍は流量などで交戦を続けた。ビルマインドの連合国軍が雲南省の中国軍と陸路で合流するのは1945年のことである。この時期、中国本土では余生桂海戦によって中国軍は大敗北を重ねており、よって弊社ゲモウ、東越の戦いとミートキーナの戦いは中国軍にとって貴重な勝利となった。 日本軍はその後も弾作戦を継続していくことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。